さあ皆さん、成蹊大学行ってみたいと思います。元ヨゼミ講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の長文の全体像はこちら。段落は13で、設問形式と設問数はこんな感じでございます。田辺さん、これちょっと全部やってるとですね、視聴時間が随分長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、問いの1番から問いの6番まで行ってみたいと思います。で、ここまで行けば下線部説明と内容1全て賄えますので、頑張っていきましょう。サブさん、第1段落から第3段落でございます。じゃあこの辺りに注釈ついてますからね、こちらを参考にしながら一読をお願いします。サブさん、問いの1番でございます。こちら下線部 A ですね。で、それに関する選択肢5つありますが、その中から正しいものですね、1つ選んでいただけますとよろしいかと思います。そうですね、下線部 A の意味ということでございます。で、皆さん、バス釣りをしている様子はわかるかと思いますが、まずはこの辺りですね。彼の釣り竿、それが激しく曲がったんですね。で、その時に彼はわかりました。何か大きいものですね。まあ、もちろん釣りをしているわけですから、魚ですね。それが皆さん、other end。で、もちろん釣り竿の話をしておりますので、竿の一番端っこですよね。で、そこに何か大きいものがかかった。ということがわかったということは、このまま釣り竿を引っ張ると魚が釣れるはずですよね。で、選択肢眺めていただきますと、まず1番はすっ飛ばして2番、これは皆さん、文末 in the end は結局という意味ですね。まあ、もちろん下線部は端っこでございますので、これは訳し間違いと。そして選択肢の3番も釣りをする時間が終わりますと、意味が全く違いますね。で、選択肢4番は wrong end、 まあ端っこに間違いも正しいもないですね。そして選択肢の5番、彼の釣り竿は大きくなりますよ。まあ、釣り竿は変形しないですね。ですから1番が良さげですね。彼は分かりました。何か大きいものですね。それが噛みついたわけです。それが釣り竿の端っこですね。まさに魚がかかっている様子が伺えます。ですから1番が正解ということでよろしいかと思います。さみさん、第4段落から第6段落まででございます。まずは流れをつかむために一読だけお願いします。さみさん、下線部 B に関して問いの2番でございます。検討をお願いします。さて、これは本文のこの watch ですよね。それと同じ意味のものを一つ選ぶと。さみさん、下線部右側に十字ですよという話がありますので、これは名詞で時計ですよね。そうすると、まず選択肢の1番は動詞でございますので、まず品詞が違いますよね。もちろん同じ理由で3番も動詞でございます。で、皆さん、選択肢の5番も動詞ですよね。で、品詞的に OK なのは2番と4番。ただ皆さん、選択肢の2番は守衛さんがですね、正面のゲートのところで watch。まあ、それを始めたと書いておりますので、おそらくこれは見回ることですね。監視すること。で、一方、選択肢の4番、誰は、これスマートフォンと書いてますね。ですが、それが人気なので、時計を持ってると。それは珍しいことになりましたね、という話でございますので、選択肢4番、これが正解ということで、よろしいかと思います。では、皆さん、続いて、問いの3番でございます。検討をお願いします。さあ、皆さん、説明の指示でございます。なぜその少年は魚を逃がさなければならなかったのか。で、選択肢の1番をすっ飛ばして2番、まあハンサムすぎるという話はないですね。で、選択肢の3番、この前半は良さげですよね。法に反していると。ただし後半、そのような大きな魚を捕まえることですね。それが法に触れてるわけではなく、皆さん、大きさ関係ないですからね。バスを釣ってもいい季節ですね。それが解禁する前に釣ってしまうのがよろしくないわけですから、大きさは関係ないですね。で、選択肢4番の前半、お父さんはその魚が欲しくなかった、まあ、そういう話は書いていないですね。で、選択肢の5番は後半ですね、お腹が空いていなかったという話もございません。ですから1番が良さげですよね。出だし It was too early、 つまり早すぎたんですね。で、皆さん、もちろん根拠はこの辺りでよろしいかと思います。バスの季節が始まる前ですね、もちろん2時間前、そこで釣ってしまったことがよろしくないわけですから、この1番の後半にも書いている通り法に触れちゃうんですね。ですから選択肢の1番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第7段落から第10段落でございます。これも皆さん、話の流れを追うために一読をお願いします。
デビさん、この下線部 C に関して問いの4番でございます。検討をお願いします。それでは下線部先頭をご覧くださいね。直訳すると、その少年は伝えることができました。その少年は言うことができました。で、伝えることができる、言うことができるということは、きっちり分かってたということですね。で、もちろん、てると言われたら他動詞なので、後ろに目的語は来るのかなと、まあ、ちょっと思うんですが、皆さん、 by the clarity of his father's voice、 目的語が来ていないんですね。で、ないのかなと思うんですが、皆さん、これ後半にざっと説ありますよね。ですから、その少年が伝える内容がこの辺りから来てると。で、真ん中のところは皆さん、お父さんの声ですね。それの明瞭さ、つまりお父さんの声で明らかになったんですね。で、何が明らかになったのかということですが、皆さん、その決断ということです。つまり、魚を戻したということですね。で、皆さん、文末、皆さん、これは negotiate、交渉するという動詞の意味からわかりますよね。つまり、その魚を戻すという決断、それは交渉の余地がなかったんですね。つまり、少年としてはその魚を釣ったまんまにしたいんですが、お父さん法に触れてしまってるってことは分かってるわけですから、いやいや、逃がさなくちゃいけないよと。で、その状況なわけですから、子供としては交渉してもダメだと、それが少年は分かったんですね。で、皆さん、それで選択肢の1番、これ真ん中あたりがダメそうですね。その少年はもうちょっと明らかに話す必要性がありましたということは言っていませんね。で、選択肢の2番も前半、お父さんはその状況を明らかに説明した、まあ、説明していないですね。で、選択肢の3番は交渉の余地がないという話が書いていませんよね。そして選択肢の4番はこの真ん中ですね。お父さんは詳細に説明した、まあ、説明していないと。ですから5番が良さげですね。お父さんの話した様子が原因でその少年は分かりました。それはお父さんは would not change his mind、 意見を変えないと。つまり、意見が変わらないからこそ、もはや交渉の余地がないんですね。ですから、正解は5番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて下線部 D に関して問いの5番ですね。検討をお願いします。さあ、皆さん、これはアーキテクトが分かってるといけそうですね。もちろん建築家ですから、家を建てたりビルを建てたりする人ですよね。そして、まず選択肢の1番は artwork、 これだと芸術作品になっちゃいますね。そして選択肢の2番も文末歴史は関係ないですね。で、3番すっ飛ばして4番は famous company、 有名かどうかは関係がないかと思います。で、選択肢の5番も建築家はこのことしませんよね。ですから、選択肢の3番、文末に buildings という話がございますので、良さげですね。建築家ということですから、ビルのデザイン、ビルの設計、これは皆さん3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、第10段落は先ほど読んでいただいてるんですが、この皆さん、一番最後第13段落まで読むと、このあたりの言ってることがより一層分かりやすくなるかと思いますので、一読をお願いいたします。さあ、皆さん、この下線部 E に関する問題がこの問いの6番でございます。検討をお願いします。さあ、皆さん、下線部 E の先頭でございます。彼は同じ魚をマジで見てるんですね、まあ、しかも何度も何度も。で、この段階ではですね、見たのかっていう風な話になってしまいますが、子供の時以来、皆さん、こういう素晴らしいお魚を捕まえたことがないんですね。にもかかわらず何度も何度も見ている、まあ、これが多分この選択肢の正解につながっていくんでしょうね。例えば、 every time、 うんたらかんたらするときはいつでも。で、皆さん、文末この comes up against、 これは皆さん、ちょっと分かんないまんま選択肢を絞ることになるかと思います。で、皆さん、文末は ethics、 倫理、道徳ですよね。もちろん、その倫理とか道徳というのは、その子供の時の体験ですよね。まあ、お父さんからの教えということでもよろしいかと思いますが、みんなが見ていないからといって間違ったことですね。つまり、法に触れることはしちゃいけないと。つまり、人として正しいことをすると。それが倫理や道徳ということですね。ですから、選択肢の1番であれば、この文頭の looks for、 魚を探していると。さすがに探している様子は特にないですね。で、選択肢の2番すっ飛ばして、選択肢の3番、happens to、
偶然うにゃうにゃする。皆さん、偶然魚を見つける様子は書いていませんよね。で、選択肢4番の文とも、人々がいつも彼に見せると。それもどこにも書いていないですね。そして選択肢の5番。彼が魚をもう一度見たいかどうかを決断すること。それが倫理の問題。もちろん倫理とか道徳というのは法に触れちゃいけないことをやめる。正しいことをする話でございますので、彼が魚を見たいかどうかは倫理とは関係がないですね。となってくると選択肢の2番が良さげですよね。彼はいつも経験を思い出します。それは魚との経験ですから子供時代の思い出ですよね。じゃあそれはいつですかって言われた皆さん文末でございます。倫理や道徳に関する決断。それをする必要性があるときにはこの魚。つまり子供の時の思い出を蘇らせると。つまり自分が本当に正しいことをできるのかどうか。もしくはしようとしているのかどうか。それの基準が子供の時の経験なんでしょうね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まず今日最初の方の問題でですね、エンドに関する知識問われてましたね。さあ、括弧1番 in the end、 結局という意味の熟語でしたね。そしてエンドを動詞に直したものがエンドアップ ing で結局 v ということになる、そんな意味でしたね。そして括弧2番の名詞、まあ、終わりは皆さんご存知かと思いますが、もう一つは橋という意味が出てましたね。ただ皆さん、終わりという意味から橋という意味、これがちょっと繋がりませんという方、イメージしていただけるとよろしいかと思います。皆さん、受験生活。まあ、始まりを4月としますね。じゃあ皆さん、終わりはと言われたら、まあ、一般的には2月。で、皆さん、この終わりの部分、この時間軸の中では、一番端っこですよね。ですから、終わりというものは端っこ。こういうふうにイメージしていただけますと、定着はそんなに難しくないかと思います。ですので、in the end や end up ing、これと合わせて押さえてください。で、ノートを取る方はどうぞ。もちろんノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。そこは頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。